リラクエアの花澤です。ご視聴ありがとうございます。本日はお尻のセルフマッサージの方法をご紹介いたします。まずは全体を包み込むように、お尻をさすっていきます。腰の方に手を当てて、このようにお尻を持ち上げるようにさすります。次につぼ押しをしていきます。お尻をギュッと押した時にできるくぼみ部分に親指で押し込むようにしてつぼ押しをします。足の疲れや腰痛を和らげるツボでもあります。また骨盤内の血行を良くして生理痛や不妊を改善する効果もあります。またこの仙骨状に仙骨の穴の部分ですねがそれぞれツボになっていて、こちらも骨盤内の血行を促進する働きがあって、腰痛や生理痛、冷えを改善して生理痛ですとか不妊症ですとかに効果があるとされています。気持ちいいぐらいの強さで刺激するようにしてください。それから尾骨の下にあります腸鏡というツボですね、あんまり強くしないように注意して優しくほぐすように温めるように刺激してください。ここは下半身の緊張をほぐして冷えを改善する働きがあります。そして足の付け根にあります中央座骨の部分ですね、ここが小腹のツボになります。小腹というツボは不妊ですとかヒップアップですとか腰痛、足の疲れにも効果があるツボですね。座骨神経痛にも効果があります。ここは四肢を押し込むようにして持ち上げるようにして刺激しますね、押します。膝裏のくぼみからまっすぐ上げていって座骨の下に指を入れる、押し入れるような形で持ち上げるようにして刺激してください。次に太ももの付け根から左右交互にお尻をさすり上げます。このように、手を密着させて上体を左右に動かしてお尻の肉を持ち上げるように手のひらで密着させたまま滑らせて引き上げていきますね。左右交互に
察が気になる場合はオイルを塗ったりとかクリームをつけて行いますね。スムーズにマッサージができます。ヒップアップはもちろんですけれども、まあ、あの美脚対策ですね、セルライトですとかのざらつきを取りたいような場合にも効果的なマッサージになります。次はお尻のラインに沿って冷えている部分を揉んでいきます。こういう感じで尻の肉を揉みほぐしていきますね。お尻の冷えを和らげますね。お尻を小さくしたい方とか、冷えからくる腰痛やだるさが気になる方、お尻に重だるさがある方におすすめのマッサージですね。冷えてる部分を温めるような気持ちでゆっくりと行います。内側から外側ですね。最後にお尻を抱いていきます。軽く叩くことで血行の促進や引き締まり効果を期待できます。以上になります。ありがとうございました。